いつぞやの夜以来だな、お二人さん。お互いしぶとく生き残っているようで何よりだ。ランサシロ、離れて。あいつは私が引きつけるから、その間にあんたは2階に。トウサカ、走れ。あいつは俺が食い止める。トウサカは一旦外に。ちょっと待った、あんた自分を大切にしろってさっきの話全然聞いてなかったみたいね。バカ言うな。忠告は聞かないってちゃんと断っただろう。殴り合いはこっちの役目だ。あいつとは二度目だし、ここは遠坂より俺の方が向いている。そんなわけないじゃない。相手は歩兵よ。飛び道具がない相手に飛び道具である私が逃げてどうすんのよ。だからこそだろ。懐に入られたらおしまいってわからないか。いいから遠坂は遠くから援護してくれればいいんだよ。バカ、援護なんてできるか。あいにくそんな器用な魔術なんて知らないわよ。やるならあんたごと吹っ飛ばすに決まってんじゃない。自分の壊しやっぷりを開き直るな。大体どうしてそう何でもかんでも派手めで行こうってんだお前は。たまにはもっとつつましいことやってみろ。キャスターが遠坂はいらないもんって言ったのあまり無視できないぞ。本当なんですってこの。あ、もう終わりか。別に急がねえから最後まで済ましちまいな。相手への不満はとことん吐き出しといた方がいいぞ。ああ、待て待て。せっかく同意を得たところ悪いが、こっちに戦う気はない。見るに見かねてな。少しばかり手助けしてやろうと出しゃばりに来たわけだ。聞き違いかしら。今手助けをするって聞こえたけど。なんだ、わかりづらいか。なら言い直すか。お前たち二人だけではキャスターたちには太刀打ちできん。できんだろうから俺が手を貸してやると言ったんだ。そう、本当に出しゃばりね、ランサ。聞くけど、それはあなたのアイデア？いや、俺のマスターからの指示だ。キャスターたちがああなっちまった以上、一人きりの身としては協力者が欲しいんだと。ま、連中を潰すまでの共同戦線ってやつだな。真っ当な理由ね。けどそれなら私たちよりもっと頼りがいのある奴がいるでしょ。いや、あれはダメだ。とてもじゃないが性に合わん。戦力的には申し分ないが、いちいち背中の心配をするのも面倒だろ。正しい選択ね、ランサー。けどそれもあなたのマスターの指示ってわけ？それも違うな。あんたらを選んだのは俺の趣味だ。一度面識がある分話が早いだろう。待て、ランサー。俺はお前に二度も殺されかかった。だって言うのに、お前の言葉を信用すると思っているのか。思っているさ。お前の参謀はさっぱりとしたいい女だからな。そんな女が手を貸すってんだから、お前だって物好きなお人よしなんだろ。そういうわけだ。だから協力できるって思ったのさ。ああ、
言っておくが、お前たちがじゃない。お前たちなら協力してやっていいとこの俺が思った。大した自信ね。協力しようって持ちかけておいて、選ぶのはそっちってこと？ああ、初見からあんたのことは気に入ってたんだぜ。美人で強情で肝が据わっていると来ている。女をマスターにするんならな、あんたみたいなのがいい。いいわ、私は賛成。けどまだ決定じゃない。エミヤ君が信用できないって言うなら、この話はなかったことにするけど。だそうだ。どうする小僧、お前器を試されてるぞ。